えー、たえまりかえでございましてね、うん、人にはいろいろと気性が違うというそういう話でございましてね、うんでもお同じ人間だからというんで分かり合えるかというと意外に分かり合えないというのが話の種でございまして、えー、気が長いのと気が短いのとが隣り合って住んでいるという意外にこれが仲良しだったりなんかしまして誰だい

ま俺がどんな生活をしているのか、どんな生活リズムでやっているのかなていうのを探しに来やがったな。あなたもう裏かが逃げようと思っても,もう取り囲まれてくるに違いないやえ。俺が逃げようとしたところでな、上から火を放ってこの長屋中焼きつくそうって言ったら、そうはいかねえぞ待った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 大した俺だ俺だ。ああ、長さんか。 なんだ長さんから、うん。普通に入ってこいよ。うん。いいんだ、いいんだ。面白いんだよな。うん。いや、炭室さんはさ、いつも俺がこうやって訪ねてくるとね、そうして火を放たれる話にまでなるのが楽しみなんだ。ひどいな、お前は。 ええ、いいよ、いいよ、座れそれ、えうん、なんだなんだ、えうん、遊びに来たのか。まあ、遊びに来たっていうかさ、うん、俺も昨日ね、うん、仕事の方は一段落ついちまったんで、今日は休みなんだけれどもさ、ええ、なんだかあの、仕事の道具出てるけれども、うん、いいのかな邪魔じゃないのうん、いい、いい、うん、うん、うん、いいんだ、いいんだ。もうこっちの方の仕事はね。あ、いいよ、あの、よかったらまた後で出直してくるけど、いいよ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 、うん、大丈夫、大丈夫、うん、後でまた続きやるから。 あ,あじゃあ続きってことはまだ仕事途中なんだよね。えうん。いいじゃあ、また終わっとくね。いいから。乗ろう。怒るもん、乗ろう。怒るんじゃないよ、実ちいやってさ。えうん。じゃ上がったよね。ねうん。どうしたえ仕事休みでいや。ゆっくりしてんのかまあ、ゆっくりはしてるんだけれどもさ。えほら、あの、気づいたあの、夕べ。え夕べうん。 泥棒かいや、泥棒じゃねえんだよね。ねあの、ら、ゆ、ね、うべ、ん、ね、起きて、ちょんべんに行こうと思って起きてさ、空見るって言ったら、ぺーって真っ赤なんだかああ、火事かいやいや、火事。火事じゃねえんだよいや。そう。火事って言ったらさ、ほら、こないだな、あの、ほら、深川の方の火事ある質問があったね。ああ、俺、すごかったな。えあの、八幡宮の方までぐーっと燃えてさ、あさあ、さあ、さあ,さあ、うん、あれと思ってさ、もう、焼け出されそうになったっていう、あの、長屋中の連中がね、うわーってね、海に飛び込んだんだって。ほら、そう、え もうそうになって海に飛び込んだら、うん、海に飛び込んだんだけれどもさ気に入ってみたらねそれ夏井の一環だっていうんだよねうんあれあの火事でも何でもなかったらしいんだよ、うん、ほいでうんそれだっけあんそう、うん、まあいいやうんで、うん、いやいやあの 空が,真っ赤空が真っ赤だったからさ、うん、そのねあそうや、この天気、この分だとね、あ日晴れるかなと思ったら思った通り晴れになったなと思ってね、あ、そう。ああ、分かった分かった、うんうんうんあ。今日の空模様の話を、その深川の火事の話までぐーっと回ってくるんだ。いいよいいよ、いいおめえはな、うん。気が長くていいや。なえー、どうだ、え、うんあのゅう一つもらったのがあるんだけど食うか。 いいね、まんじゅう。いただこうじゃねえか。じゃあ、じゃ持ってくるからな。じゃあ、これ、え、一つだけ残ってるんだ。これ食いな。うん。今、茶入れてやるから。ちょっとちちょょっと、待った。何どうしたのいや、あの、これ一つしかないのうん。一つしかないんだうん。もう、あ六6つぐらいもらったんだけど、5つ食っちゃったんだ。よかったら食いなよ。いや、いいいいいよ、いいよ。いいいんだってさ、えうん。これ、後で持って食おうと思って、これ取っといてあるんだろうん。悪いとこで食べちゃう。いや、いいんだよ。 一つ食ったんだからおめえ食えっつってんだよ。うん、そう。いい、いいかなうん。ありがとう、ありがとう。いただくよ。ええー、茶なんかいらない、茶なんかいらないよ。あそう。うん、うん、悪いね。なんかそういうね、うん。これ楽しみにしてこれ取っといたのにね。うん、よくあるよ、そうやってね。うん、なんかこういう,てこう、いろいろこういうね、幕内みたいなこういう弁当がある中でさ、一番芝居までね、食べたいもの取ったくてそういうのあるじゃない。ね、うん。そういう人っていいから食えよ。 わかった、食うよ、本当に。ね、うん、おめえはな、まだるっこしいんだよ、いちいち。まだるっこ、いいよ、わかった。ま、わかったよ。食う、食うや、いいんだよ、食うやな。うん、いいよ。うん。うん。わかった、わかった。いただき、いただきます。いただきます。ねこうやってね、ガミ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 、人のことせかすんじゃねえってんだよ。うん、せかしてるわけじゃねえけど、まだるっこしくしょ、いいんだって。よろよろい。いよ、食うよ。うん。えー、あ、そうあま、うんじゅう、こね、うん、これ。 ああ半分食べる、うん、いらないいらない食べなああこ腰あんだこしあんでああ,あ,あそうだあのさたしさに話したっけ俺のあの神田におじさんがいるって話、うん、神田のおじさんおなんか前なんか聞いたね、うん、全部こう太ってるおじさんそそうそう,そう,そう太ってて本屋やってるおじさんなんだけどもさあのおじさんって人がさ甘いものが大好きなんだよ。 あそううん、だからこしあんなんか見るとねいつもあのおじさんのことを思い出すんだけれどもそのおじさんっていうのがさまあとにかくね甘いものとしたら目がないんだけれどもさ、ね、そして太ってるじゃん太ってるからもうねあの甘いものをあまり食っちゃいけないっていうふうにお医者さんに言われたんだってううううんあそう、うんうん、うんでね、うん、だどうしたら食べていいですかって聞いたら、うん、いくらかね痩せたら食べていいですよっていうふうに言われたんだってさ まあまあ、よく言う話だよな。うん。ほいで、うん。で、まあまあ、ほら、歩いてね。うん、歩いて痩せよう。うん、ほら、走って痩せようとすると、太ってる人ってさ、膝とか腰とかが悪くなるんだ。ね、うん、そりゃそうだよね。体は大きいんだもん。だからさ、体が大きいとね、あのー、壊しやすくなるのね。怪我しやすくなるのかな。うん、だから,ら、あのー、相撲なんかでもそうだよ。ね。昔よりもさ、この、膝だとか腰だとかの怪我が多くなったよね。うん、あの、若隆景。 あれ、なんか怪我だもん。あれ、あ、れ良かったよね。あの相撲ね。うん、で、一番大きかったのがね、小錦で二百八十キロかな。うん、二百八十キロだけど、あの小錦もあれね、膝悪くしちゃったの。あれ、うん。 でねハワイアンが得意でねでハワイアンハワイアンってさあのもうあのちっちゃいこういうギターみたいになるだろうん、あのウクレレっていうの,、うん、あのウクレレっていうのさあのこ,こ和音で弾くのなあれな和音でこういうふうにやってさだからね覚えようと思ってメロディーがないんだよな言ってるやな歌がメロディーなんだって、うん、そういうことってあるよなうんいやいやあの俺はウクレレとかやらないようん。で 何いやそのまんじゅうを食うねあ ああ <laughs> 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 むんじゃないよにらむんじゃない,い,いゆっくり食べたいんじゃないかえいただきますいただきますよ、ね、だからこのコが見るとついついこの甘い美味しいものを見るってとその神田のおじさんを思い出すってそういう話をしたんじゃないかねそのおじさん、ね、いや本んにいや分かったじゃあこの話だけこの話だけさして、うん、まだ食わないの、うん、いいよいいよじゃあ聞いてやれ我慢してじゃあ早く食えよ分かった分かった分かった ちょっとこれを置いてね話をするいやこのなおじさんの話本当おかしいよお,おじさんの話本当もうもう,もうあっつってもう腹かえてゲラゲラ笑い転げるからね覚悟して聞いてね大体そういう前置きすると面白くないんだけどな。 うん、いいよ、我慢して聞こうよ。うんうん、そしたら食えよ、うん。何、その神田のおじさんどうしたなんその神田のおじさんっていうのがさ、うん、そのねあのねあ歩いたりなんかするんだけど、その歩いたりするときにね、その娘が一緒について歩いたの。うん、その女の子なんだけれどもさ、だつまり俺のおいとこだよね。そのいとこの女の子がさ、いつもこうやってついて歩いてるんだけど、今、今そうやって元気になって多い目に行ったんだよ。 今孫もいるんだけれどもさそのお嬢ちゃんがね5つ6つの頃かなうん、うん、そう川にはまっちゃあ川じゃないよ井戸にはまったらそう 川だったらまだみんなこうやってんの出しようがあるってやつでさ、え、井戸だからね、あの、水蓮だとか、こう、泳ぎが得意なやつだって助けることできないよ、だちっちゃい子供だからさ、え、そのね、かあの、うん、こ、うんうんね、れに捕まりなさいよ、いに捕まりなさいよ、なんていうなこと言っても、もうブク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 ,ク言ってるから何にもならないんだよ、で、そのうちにこうやって誰かが降りてったんだな、俺もまだガキの自分だったけれどもさ、あれはね、デークのおじさんだったかな、え。デークのおじさんだったかな、てんでさ、こう伝わってお、下まで降りてってさ、その状態ちゃん上げてきたんだけど、 だからもう水浸しでもってもう息してないんだよなこんなになっちゃってさ、うん、そこ横,横でおじさんも泣いてるし俺だってさ目の前でもとかっ,って水が入てて俺なんかで、ね、そこで、うん、あ人が死ぬっていうのはこういうことなのかな思ったらさそのテークのおじさんがパッ俺のピタピタ叩いて「バカよ諦めるんじゃねえんだ諦めたらそれ小さん俺なんだ!」あの時よそのお嬢ちゃんが「うっさめ 開けた時に、はあ「俺はなんてこと考えちゃったんだろうなこの子が死んじゃうんだ」ってこんな弱い心を持ってる俺はなんとか大きくなったら人を助ける仕事に就きたいなって思ったよ <laughs> で う <laughs> んいやんでってんでそらまあな、うん、今初対帯持ってさうん孫もいて元気にしてるよ、うん、女の子も男の子もいてさよかったなと思ってねんで何いやあの面白い話だよね腹抱えて笑い転げる話だよね 一人女の子が溺れて死のうってのが何でかおかしいんだよなんでお前怒ってるわけちょっと弱ったなと思うもね。だからまんじゅう食えよ。えああ、そうだそうだ、まんじゅうだ、まんじゅうだ。ああ、で、このまんじゅう見るとなあ、あの神田のおじさん、神田のおじさんやめろ。神田のおじさん、うちでは禁止。 うん、食えよ早く分かったよ分かったってうんでこれ2つあってさせっかくこうやって2つ割ったろ、ね、でこれ2つ割ってこうやってあげようかなって思うけれどもお前はいらないと言うじゃないな、うんでいらないのかっていうとほら俺手で持っちゃった手で持っちゃった、うん、これ返しかなんかでこうやって持ってればお前こうやって受け取ってさこうやって仲良く2人で分けたりなんかできたのにこうやって紙なんか使っちゃったもん使わずにこうやって手で持っちゃったからこれ、ね、お俺の手が汚いと思うだろ手が汚いと思うだろ汚いんだよこの手はうん 便所に行って手洗う手洗わないよ俺。手洗わないよんなの。いや、大きい時は洗うよ。いや、じゃあ、正確に言うと、大きい時でちょっと髪から出ちゃったような時は、俺洗うよ。 うん。洗うけどね。あの、石鹸とか使わないんで <laughs>。水でちゃってやって、あの、水って大変だよね。えらいもんだよな。あの、水に流すなんて言葉あるけれどもさ。え、あんな汚いものって、こうやってーって水で流すとさ、きれいになっちゃうんだよ。あの、蝶椿なんつって、買ってね、便所で、ーん、ってさ、あの、水がきれい、水がきれいなんだ。水がきれいだから、水で洗うときれいになるんだよな。あの、放出したりするのも、あれ、きれいな水だと思うよ。うん。うん、ねえ、なんであれ、ぐつぐつ言うんだろうね、あいつらね。 うんうん饅頭食えあーまあまああそうなんな,なんで俺に食わせたいのこれをなんでなんで食わせたいわけえ俺を太らせて出荷する出荷しないよねいいじゃんわかわかりまわかっんう,うんうんのんのんびりしようと思って俺ここに来てるんでしょ なんでおめえそうやってくん、ガミ,ガミ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 、こういう目で、こういう、こういう目で人を見るとこういう目で、えくつろぎに来てんだからここで、お友達同士でしょうが、え古い友達だよ、えたかだかこんなもんでもって、食えよ食いです。食え気が済むんだろ、本当に、えたかだかこればかりに、まんじゅうでもって、目くじらって、食えます。や,やったって食う、食うようにるばかり。 ああ。あ <laughs> <laughs> あああああああ,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 あら、食っちゃった。<laughs> 食いたかったんだろう。食いてるわけじゃねえけどよ。えああ、いいよ、いいよ、いいよ。うん、うまかった、うん、面白くねえなことやるわ。うん、いいよ、うまかったよ。あのね、ちょっと一服してんだけど、タバコポンと取ってもらえるかな。おっとおっと、っとっとな。おいおいおい,いや。好きにやんな、はぁそう。ね、え、そしてさ、え、いや、よくガキの頃からの付き合いだよね。 うんおめえはさえ、俺のことはなんだか、えーえー、気が長いのなのか言うけどどもさ、そうじゃない俺むしろね、気が長いのお前の方だと思ってる。うん、俺、気が短い方だと思ってるよ。うん、ああ、そう、うん、そうだよな。ま、う、あ、んうん、まあ、まあ、どっちもどっちで、ね、似たようなもんだよ、みたいなもんだよな。うん、それをさ、おめえは、ね、いちいちなんかね、おめえは気が長いんだとか、まだるっ死んだってなことを言ってさ、バカじゃねえかと思うよな。 目、うん、の前でバカねえだろ、すまでそうちょっと言い過ぎたけどさあ、えだからね、お目安だってさ、え人のことをね、えなんか、えなんか、とろいみたいなこと思うだろうん。ぬるまだみたいな。そういう目で見てるんだいや、そんな見てないやんうん、わかる、わかるんだよ、おっちゃん。えうん。人のこと何するにしたって、え一本抜けてるみたいな、まるでみたいなさあ。そういう目でおめえはね、俺のことを見てるんだよ。うん、かるよ、俺。うん、友達多いからね、俺は。おり 俺、友達いないみたいな、いねえじゃねえか、おめなんか。うん、知ってるよ、お前が友達少ねえっていうのはさ、え、うん、だ、俺みたいなやつがね、お前みたいな、うん、やつをこうやってね、横にいて、え友達づらしてあげてさ、ねうんまつりだから一緒に行こうじゃねえかなんてってな、うん。で、ゆしおらでも一緒に冷やかしに行こうじゃねえか、なんて言うのは俺決まっておるだろう、えお前なんかそういうのいねえじゃねえか、俺なんかあちこちに友達がたくさんいるんだ、え前は、うん、うん、おんうん、冷や、うん、うん、いや、うん。 ねあ俺が気が長いだとかねえ野呂場だとか言うけれどもさえ、うん、俺はねそれでもなかなかねうんそうおふくろがね言ってたな俺が気が長いみたいなことあれ、うん、んでだろうな、ねうん、おふくろがねなんか言ってたよ、うん、あっそうなんかねああタンスの角タンスの角にさあのかか角じゃなく足の小指のところカンってやるじゃんあれカンってやるじゃん。 うん、でカンってデュアーって,いーって痛タデュワて言ってたのを3日後ぐらいになってからまたいてって同じところやったんだよ、うん、そしたらさ3日前も同じところをぶつけたよねお前は気が長いねってどんな親子なんだお前はなおかしいだろそれ気が長いと関係ないないやそうなんだけれどもさ、うん、でも、うん、おふくろもなんかそういうふうに気が長げって言われてさ、うんうん、おめんとこのこれ火消えやすいね てめえが呪いの、ね、え何をやってんだよ。すぐにパッパッと吸わねえからダメなの。すぐに吸ってるじゃねえか。え俺いくらもさ、これ火入ってんだよ。え、うん、タバコも入ってるの。俺どうしていいあろなるほいいよ、ねうん。ついてない。か、うん、せかせやだやだか <laughs> せ くゆうい、うん、いてめえなたなたうたないなた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 ななんていうのなたかかなたなたなた、うん、<ス><ス>なた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 ないなた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 うたうたこたなうなた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 ななたななたなたななた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 うたうたな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 なたなたななたなた うわこうやるんだこやろええー、ぐずぐずやってるんじゃねえハハたた,た,た,たよたばこやめてたのに <laughs> ああ、おかしいんだ、大しさんはよ、えいや、あの、いろんなことが世の中あると思うんだけれどもさ、ええ、た使さん、あの、大事な話だから先にするよ。大事な話、おめえ、話が長いからな、えなんだ、どうした、あいや、あの、いろんなことがあると思ってさ、えだって、ほら、タバコ、ポーンってやるじゃん、ポーンってこうやって、あの、タバコにポーンってやるじゃん、うん、ポーンってやるな、うん、ポーンって今やったよ、うん、それがさ、そのタバコ、あ,あり得るかね、そういうの、え タコバコマのヘリンところにさ、パピーンって、パピーンって、中に入んない、パピーンってなるね。そんなことないね。えー、なるな。いや、それ、しかも、しかもだよ。えそのパピーンってなってこの火玉がさ、この、けこ,こ,ここに、ここにポーンって入るって、そういうことあると思うこタバコのところにポーンって入るって、あ入るってこと、んあると思う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 なんか、ひなくせ、ひなくせ。あ、あ、おめろ あ泣いちゃったってょえ、バカこの野郎え,だえだ大、大事なことからどうのこれじゃお前、田元の火を見ろってなんで一言言わねえんだよい,いや、だからだから言,言おうと思っていや、大変な話だからしようと思って大変な話だからしようとってだから、お前はね、まだ腰っこしいってんだよえ前置きが長いんだよえうん、こう言ってわあ泣いちゃったにえ、これ火事になったらどうするんじいや、だからさいや、大事なことは俺がは先に話をしようとしてるのにお前が邪魔、邪魔をするじゃねえやんとね んだ、うるせえなんだよ、野郎。えー、ぐずぐずしてくるほどになるんじゃねえか。何だ、言いたいことがあったら言ってくれ。え言って何だってんだよ。いやだから、言わしてくれよ。言えよ。何だよ。<laughs> だからさ、さっきの火がね、後ろの屏風に映ってね、メラメラと燃えてる。<laughs> ああ、ああ、ああ。<laughs>